どうもチョロです。ポケゴの PVP ラドが上げております。今回ですねエアブドシャドウヌオードっていうパーティーでジャングルカップ潜っていこうと思います。で1戦目なんですがランターンですね、まあ、これ出し負けてるので、まあ、シャドウヌオー投げていったんですけれども、相手が、まあ、若干そのまま突っ込んできてくれてますね。これ悪くないんじゃないかな。突っ込んできてくれるんだったら、まあ、時間差も生まれますし、まあ、対面自体も悪くないので、まあ、波乗りは痛いんですけれども、戦えると思いますね。まあ、変えてくるとは思うんですけれども、で、実際変えてきて、で、出てきたポケモンがバルジーナだったので、まあ、ストーンエッジ打っていったんですけれども、ここで対面回数やったら OK ですね。まあ、バルジーナは、まあ、回転が速いポケモンなんですけれども、まあ、別に火力はそんなに出ないので、起点作ってるんで結構いけるんじゃないかな。うまくやっていけばなんか勝てそうな気がしますね。対面さえ返せば、どうと、ランタンのね、あの対面作れるので、またアヤムドが通っていればって感じで、まあ戦えると思います。だけでね、まあ突っ込んでいくんですけれども、相手、さっきのダメージ感覚だと、ストーンエッジ食らいたくないはずなんで、ここはね、アクアテールっていきました。まあおそらく張ってくるんじゃないかな。対面は返させたくないと思うんですよ。ランタンがね、アヤムド圧倒的ですしね。だけどまあこれシールを剥がしていって、で相手がこれ技打ってくるんですけれども、こっちは逆に対面返したいんですよね。まあ、頑張って返したいんですが、打ってきたのはツバメ返しだったので、どうだろう。ここで相手が張ってこなければ対面返せますね。まあ、それを祈りつつ戦っていくんですけれども、まあ、ストーンエッジ打っていって、これで相手が張ってくるか張ってくないかなんですが、倒しきれましたね。これ大きかったですね。まあ、シールドを、まあ、1枚同士使って、で、対面返せて、で、ランタンは、まあ、そんなにゲージ溜まっていない状態で後ろ下がってるっていう。これはもう、だいぶ勝利見えてきたんじゃないですかね。で、ここで出てきたのが、ファイヤローだったので、勝利がちょっと遠ざかったんですけれども、まあ、しょうがないですね。ここはでも、あれかな、エアムロから入っていって、まあ、エアムロね、多分ね、焼き尽くすじゃない、ニトロチャージ一発耐えると思うんですよ。まあ、耐えるはずなんで、まあ、耐えてもらった上で、ブレバなり、ゴッドバードなりにね、ファイヤロー削りを入れていってって感じでね、なんとかできるんじゃないかなと思ってます。だけでね、まあ、ここで、まあ、ブレバード打っていって、まあ、これで相手が張ってくるか張ってこないかなんですけれども、まあ、相手もブレバ一発じゃ落ちないから張ってこないんじゃないかな。どうだろうな。張ってきてくれたら嬉しいな。あ、張ってくれましたね。これ張ってくれたのであれば、勝機が見えてきましたね。ストーンエッジで相手のファイヤーを倒すことができますし、まあ、自信でランタンも持っていくことができるんで、シールドもね、アド1枚取ってますし、なんとかなりそうな気がしてきましたね。で、まあ、そのまま突っ込んでいって、で、相手に交代系されないようにストーンエッジを打っていきたいですね。で、まあ、タイミングがしっかり決まったんで、まあ、これで相手のファイヤーを倒していって、で、あとはね、ランタンを追い詰めていくだけなんですけれども、自信一発圏内まで持っていってたから、ギリギリのところ、あ、でもまだ全然持っていってないですね。まあ、でもいけるかな。こっちは波乗り2発っていうところか。これストーンエッジ2発とかの方がいいのかな。ちょっと悩んじゃいますね。自信で持っていけるほど削り切ってはいないような気がするんですけれども、マットショット込みだったらいけそうな感じがするみたいなやつなんですが、まあ自信打っていきましたね。まあストレッチ2発ではちょっと不安だったか。これでもこの後波乗り先に打たれてしまったら負けてしまうと思うので、まあどうかなって感じではあるんですけれども、なんとかいけそうですね。でもよく見たらこっちヌオも残ってますね。それならいけるんじゃないかな。でも倒しきれましたね。大さんありがとうございました。まあ、勝ったと思ったんですけどね。まあ、裏からファイアローが出てきた時はちょっとね、やばと思ったんですけれども、まあ、ニトロチャージ一発耐えてくれたんでね、なんとかなりましたね。で、まあ、次の対戦なんですが、ズン生ですね。ズン生は、ちょっと語彙数でちょっと強いんで、ちょっとやばいかなって気がしてるんですけれども、まあ、鋼の翼がダメージ入らないんで、まあ、相手のマットショットもダメージ入らないんですけれども、まあ、回転で負けちゃってるんでね、熱湯で攻撃弾引かれるか引かれないかっていうところで、だいぶ勝ってきますよね。で、まあ、引かれたんで、まあこれはもうブレバ打って、変えていこうかな。まあ相手のオグシールです。シールド貼ってくれたら投げちゃっていい気がしますね。で、まあブレバ打っていって、まあ貼ってくれたんでヌオを投げていいかなと思います。で、まあ相手が先に着地してるとはいえ、まあアクアテールは回転早いんで、まあそれでダメージ取っていこうと思うんですけれども、こっちのヌオを見て変えてきてないってことは、まあ相手あれですね、草ポケモンいないですね。で、草ポケモンいないんだったら、多分ヌオ結構取ってると思うので、ここでシールド使っちゃっていいと思います。まあ、ネット痛いんでね、まあ、シールド貼っていって、で、まあ、様子を見ていきたいところなんですけれども、まあ、次のアクアテールを、まあ、こいつに入れていって、まあ、どうなるかっていう感じですかね。で、まあ、ネットが飛んでくる前にね、アクアテールを入れていったんですけれども、まあ、でも倒せないですよね、まだ。まだ倒せないんですが、まあ、次のネットはシールド貼れないかな。まあ、逆に相手は貼ってくれたんで、まあ、エアブの HP があれだけ残ってますし、どうもいるので、まあ、裏次第ではまだ全然戦えるかなと思います。だけど相手がネットを打ってきて、まあ、ここが最大打点な可能性も、まあ、ぶっちゃけあったんですけれども、まあ、でもしょうがないですね。で、出てきたのが、やる気者ということで、まあ、だいぶ、あれじゃないですか、お互いにゲージ技打ち合ってるんで、交代時間もあるじゃないですかね。まあ、あると思うので、まあ、これ打ったら多分どう出せるかな。
うん、そうですね、銅を出せるんで、まあ、銅を投げていって、まあ、勝負していくところなんですけれども、まあ、銅はね、相手のね、あの、やる気者のカウンター、今一つで受けることができるんで、まあ、相手はのしかかりでね、まあ、ダメージを取ってくることになると思うんですけれども、うん。まあ、ここで若干起点作り気味にやっていっちゃっていいかな。うん、ただまあ、この HP を、まあ、自信一発じゃ持っていけないですよね。かといって、ストーンエッジ2発、どうだろう、これ自信プラスアルファのマットショットで起点作って倒せるぐらいな感じになるのかな。なんかそんな感じだと思うので、うん、まあ相手のね、次ののしかかりの前に、とりあえず、まあ自信打って、逃がす前にね、あの、大ダメージ取っていこうかなと思うんですけれども、相手が変えてくるか変えてこないか、まあ交代時間そろそろ回ってもおかしくないのかなって気がするんですが、うん、まあのしかかり打ってきて、打ち逃げするのか、うん、まあ死に出しになんか出してくるのかって感じになるのかな。うん、で、まあのしかかってきて、で、あれですね。あ、あれか。エアムドが出てきましたね。エアムドか、ちょっと嫌ですね。まあ、ちょっと嫌ではあるんですけれども、こっちもまた交代時間回りそうなんで、これ打ったらエアムド投げちゃっていい気がしますね。うん。なんか、そうですね。エアムド投げていって、で、こちらのエアムド、この体力だったら、ブレば耐えると思うんですよ。なら、耐えてもらって、うん、あの、いけると思います。うん、で、相手がここで、まあ、ゴッドバードみたいな中途半端な技打ってもしょうがないと思うので、ブレバ打ち逃げして、まあ、ね、あれかな、あの、ずん玉投げてくるのかなって気がするんですけれども、うん、あ、投げてきましたね。ここで投げてくるのか。なるほど、交代決って感じですか。まあ、でもここでずん玉倒せるのは悪くないんじゃないですかね。うん、これずん玉倒したら、まあ、交代時間も回らないか、さすがに。うん、でもこちら一応シールドアド1枚取って、ヌオーとドオーが残っているので、まあここはヌオーから入ってアクアテール一発ぶちかましていくって感じでいけるんじゃないかな。まあ HP 相手残ると思うんですけれども、まあその後の2匹のマットショットで削り切れそうな気はしますね。うん。というわけで、アクアテールって言って、で、マットショットで持っていきたいところなんですけれども、どうかな、先にやられちゃうかな。あ、やられちゃいましたね。ただこの HP だったらいけるんじゃないかな。うん。あの、ドオー硬いポケモンなんでね。まあ、あの、鋼の翼も、うん、まあ、普通に耐え切れると思います。で、まあ、ここ相手ゴッドバード打ってきたんですけれども、まあ、ゴッドバードで HP1 ダメージ取るんだったら、鋼の翼で取った方が良かったんじゃないかな。うん、対戦ありがとうございました。うん、ズンナマといえばね、昔ね、まあ、ベトナムをバックパッカーで回ってた時に、川で釣りしているおっさんが結構いたんですけれども、釣れる魚がほとんどズンナマでしたね。うん、まあ、予想通りというか、うん、なんだろう、まあ、見た目通りというか、うん、まあ、東南アジアの川、と言ったらまあずん玉みたいな感じになるのかな、うん、なんかそんなイメージありますよね、もともと。では次の対戦なんですが、大抵あれですね、ちょっとちっちゃくて見えないんですか、羽で見えないんですけれども、ポアルンですね、うん、まあ、ポアルンはまああれかな、ウェザーボール、うん、ウェザーボールが確か岩、今って言った岩と、あとノーマルでしたっけ、なんかノーマルってウェザーボールありましたっけ、もしなんかありましたっけ、なんかウェザーボール系の技を結構打ってくるような、まあ、印象はありますよね。で、まあ、あのまま突っ込んでいったら、まあ、まずいのかなと思って、まあ、銅を投げていったんですけれども、まあ、それに対して相手がね、あれ投げていきましたね。あの、なんだったっけ、こいつ。エルフーン。まあ、これエルフーン投げてくれるのはいいんじゃないですか。この後エアムドで、まあ、起点作れますよね。うん。まあ、起点作ってまた、なんだ、ブレバ打って、まあ、回してみたいなサイクルがなんかできそうな雰囲気があるので、うん。まあ、ヌオーとこいつが当たらなかったっても大きいですし、うん。まあ、たとえ突破されてしまったとしても、シールアラード取った状態で、こいつを起点にして戦えそうな雰囲気が出てるんで、うん、まあ、これいけそうな気がしますね。だけど、まあ、ストーンエッジって言って相手が受けてくるかな。あ、張ってくるんですね。まあ、でももう受けられないか、さすがに。で、まあ、回転は相手の方が早いので、まあ、どんどんね、草技で削りは入れてくるんですけれども、まあ、その後のエアムロの処理が相手できないですよね。まあ、シールの2枚使っちゃってますし、うん、なかなか難しいんじゃないですかね。まあ、この後、こちらの銅を倒したとしても、あれですもんね。エアムドでガン規定にされるんで、まあ、結構苦しい展開になってるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、どうだろうな。ブレバーを、受けられるポケモンがいないと厳しいような気がしますね。あ、と思ったらもう交代しか回ってんのか。まあ、それならそれで構わないかな。こっちは別にここで、あれですもんね、なんだ、交代券使ってやっていってもいいですし、うん、なんなら、まあ、ブレバーぶちかましてから、まあ、交代してもいいですし、うん、まあ、普通にいけると思います。もうシールラード2枚取ってるんでね。うん、まあ、一発はここ受けていって、で、この後、ゴッドバードだとちょっと不安かな。うん、なんかちょっとあれなんで、うん、ちゃんとブレバで倒していくかな。うん、まあ、ブレバでしっかり倒させてもらって、で、これ打ったら、相手のポケモンを見て帰っていくって感じですかね。交代時間はまだ回らないと思うんですよ。うん、なので、まあ、いけますね。うん、まあ、ラスト次第ですかね。で、出てきたのが、まあ、電気マンだったので、まあ、電気マンにはね、ヌオを当てていって、ここで起点作る気味にやっていけば、あいつがね、エルフンが途中で出てきても、
まあ、全然戦えますね。とはいえ、シザークロス痛いんで、うん、まあ、さっさとこいつはあれですね、ストーンエッジで倒させてもらって、まあ、溜まったんで、うん、まあ、シャドウのストーンエッジだったら、まあ、ひとたまりもないんじゃないですかね。まあ、しっかりボレットチェンジを入れてるのを見てからね、まあ、打っていけば、まあ、絶対交代受けできないんで、うん、まあ、これで相手の、電気マンは飛ぶので、うん、まあ、あとは、あれですね、エルフも倒していくだけですね。というわけで、いや、相手も諦めましたね。対戦ありがとうございました。うん、なんか、あれですよね、私結構ポケモンの名前忘れるんで、もう電気マンとか、なんか、草ポケモンとか、もうそういうなんか、ちょっと適当なくくりでやっちゃっても、なんかいいのかなとか、最近ちょっと思いますね。なんかこの水鳥とか、うん、まあペリッパーはさすがに覚え出したんですけれども、うん、なんかもう思い出せるときはもう名前もう、右上のあれ見てくださいっていう感じで、なんかやっていこうかなって、なんか勝手に思ってます。で、まあ、そこ行ってる間にね、まあ、戦いは続いてるんですけれども、ちょっと嫌な相手ではありますよね。まあ、でも、意外と鋼の翼で削れてますね。今一つで受けてるはずなんですけれども、まあ、やっぱペリッパーかペライっていうこともあって、うん、なので、まあ、うん、なんだろうな、まあ、こっちもツバサで打つに、まあ、耐性があるんで、なので、まあ、そういう感じなのかな。で、まあ、ブレバー受けてくれたんで、これはあれですね、もうシールド1枚貼って、そのまま突破しちゃって良さそうですね。うん、まあ、受けてくれないかなと思ったんですけども、打って、打ち逃げしようかなと思ったんですが、うん、まあ、うん、しっかり受けてくれたんで、うん、そのまま倒させてもらって、で、出てきたポケモンが残っちだったので、まあ、ここにはもう一発ブレバ打って、で、ヌオを投げていくことになるのかな。まあ、おそらくヌオを投げていきますね。というか、ヌオを投げますね。まあ、どうだとね、ドリル内に痛いんで。しかもこれブレバ食らってくれたんで、まあ、これだけブレバ食らってくれる感じだったら、もうだいぶいけてるんじゃないですかね。エアームの HP の犠牲、あれだけで相手のポケモン1匹プラス、なんだ、なんだろうな、半壊までさせてるんで、まあ、悪くないんじゃないかなと思います。で、まあ、ここで、アクアテルって言って、相手投げてきたのはなんだろう、スタージャかな、ちゃんと見てなかったんですけれども、あ、ナマズンか。あ、ナマズンじゃない、ズンナマか。ズンナマですね。まあ、ズンナマは別に、銅で割と押せるんじゃないかな。うん、で、まあ、熱湯は、まあ、食らえるんで受けていって、うん、で、アクアテールで、まあ、ゴリゴリ削っていくって感じで。あ、しかも泥爆弾でしたね。泥爆弾なんだ。うん、泥爆弾ってくる。まあ、でも相手、熱湯だったら持っていけたんじゃないかな。うん。熱湯だったら持っていけたと思うんですけども、まあ、なんで泥爆弾打ってきたんだろう。うん。まあ、それだけ隙を見せてくれると、こちらとしては、まあ、ありがたいですね。とはいえ、まあ、次の泥爆弾先打たれちゃうんで、まあ、これで突破されちゃうんですけれども、相手の、あれか、ドリルライナーマンか。ノコッチがいるんで、まあ、ここはエアムドで入っていいんじゃないかな。うん、エアムドで入っていって、で、あれですね、熱湯さえ食らわなければ、なんとかなりそうな気がします。まあ、熱湯だったら、まあ、でも逆に、一発なら受けられるんじゃないかな、熱湯。うん。で、相手が技打ってくるんですけれども、まあ、ここはシルラ張っていって、まあ、しっかりゲージ食べたんでね、まあ、あとは鋼の翼だけで倒していくのかな。で、熱湯かと思ったら、これ、吹雪だったんですよね。吹雪か。ここで吹雪は、ちょっとびっくりしましたね。うん、吹雪か。うん。吹雪ってどうなんだ？ジャングルカップで刺さるのかな？まあ、一応草ポケモンとかがいるので、まあ、そこに対しての打点として、まあ、使ってるのかなって気はしないんでもないんですけれども、うん。まあ、ちょっとね、予想外というか、うん、の技でしたね。で、相手がここでドリルナイ打ってくるんですけれども、2発受けられるかな？なんか受けられそうですね。転がる込みで2発受けられそうなんで、まあ、ストーンエッジ1発入れてしまえば、まあ、シールド剥がせるんで、うん、まあ、その後は、あれですね、なんだ、エアムルで持っていけますね。うん。だけで、まあ、ストーン1打っていって、まあ、シルラー相手ここは張らないとね、さすがに、ズンナマがあれだけいってると、もうさすがにもうここ守らないとまずいですよね。で、まあ、突っ込んでいって、まあ、相手もしっかり、ね、ゲージ貯めてるんですけれども、まあ、裏のね、エアームドを見るためにも、ここで貯めなきゃいけなかったんで、まあ、相手も打てなかったですね。で、まあ、ここでストーン1打たれてしまったら、まあ、相手バンジキスですね。うん、まあ、残っちゃこのまま倒させてもらって、で、あとは、ズンナマを持っていって勝ちですかね。まあ、相手ももう手止めてますよね。うん、対戦ありがとうございました。うん、あ、ちなみにね、ズンナマなんですけれども、まあ、その後ね、他のところ、まあ、ベトナムの旅行、まあ、そのままバックパッカーで回ってった後に、まあ、途中で、ズンナマ食べたんですよ。なんか、どっかの、まあ、バックパッカー御用達の宿みたいので、まあ、ズンナマ料理が、なんか、振る舞われたんで、まあ、食べたんですけれども、お腹壊して結構吐いたんで、まあ、気をつけた方がいいですよ、やっぱり。うん、ちゃんとしたところで食べるんだったら食べた方が、うん、東南アジアはね、ちょっと危ないのかなって、まあ、気はしますね。うん、で、まあ、次のね、対戦の相手が、海流で、まあ、バカ力打って逃げていくのは分かってたんで、まあ、シールド貼っていって、で、こっちは こっちでね、なんだ、ブレバ打って逃げていくって感じですかね。まあ、相手もそれ分かってますよね。で、ファイアローが出てきたので、まあ、ここにはヌオーを投げていって、で、ストーンエッジ打っていきたいんですけれども、まあ、相手が何打ってくるかな。ブレバ打ってくる可能性もあるんですけれども、まあ、受けちゃっていいかな。うん、耐えられると思うので、と思ったらしっかりブレバ打ってきましたね。こんな入るんだ。
こんな入るのはちょっとね、予想外でしたね。で、相手はこのアクアテイルを受けてくるか受けてこないかなんですけども、これ食らってほしいですね、こっちとしては。で、まあ、食らってくれて、まあ、相手もこんな入るんだと思ってたんじゃないですか。アクアテイル一発でぶっ飛んだんで、うん。で、まあ、カイリーが戻ってきたので、まあ、ここにはね、またエアームの投げていって、で、またバカ力打ってくると思うんですよ。うん、なので、ま、そこはシールド貼っていって、で、また相手の裏にね、ブレバ打って、っていう、なんか、そんな感じのサイクルでいけるんじゃないかな。うん。で、まあ、バカ力打ってきて、で、まあ、交代時間もあるのかな。あ、回らなかったっすね。あ、一応回って逃げていったのか。で、最後出てきたのがチルタリスだったので、まあ、とりあえずゴッドバードでいいかな。うん、まあ、ゴッドバード打っていって、これ貼るのかな。受けてくるのかな。まあ、ブレバ一発食らえるんで貼ってきてもおかしくないんですけど、まあ、貼ってきましたね。うん。なら、ブレバ打って、ヌオを投げて、どうか投げていく感じでいいんじゃないかな。で、今度こそ本命のブレバを打って、ただまああんまり意味はないかな。まあストーンエッジでどうせ、まあゴッドバード入れた後のストーンエッジでも飛びそうですしね。まあただまあブレバの方が、まあダメージ取れるんで、まあブレバ打っていって、まあここでどう投げていって、まあゴッドバードは一発耐えるんで、で、あとは海竜があれだけ虫の息だったら、もうマットショットルも持っていけますね。相手の、なんだ、海竜ゲージも入ってますし、うん。まあこれは勝ち確ですね。というわけで、まあちょっと起点作っていくか一応。うん、まあ、相手のカイリーより先にストーンエッジ打ちたいんで、まあ、一応、まあ、起点作った上で、まあ、ストーンエッジ打っていって、まあ、これで相手のチルタリスは飛ぶので、うん、まあ、文字通り飛ぶので、まあ、飛んでるんですけども、すでに、まあ、これで倒していって、あとはカイリーをマットショットで倒して勝ちですね。うん。対戦ありがとうございました。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今回の動画は、まあ、またね、このパーティーをジャングルカップで使ったんですけれども、ていうか、ジャングルカップこのパーティーしか、まあ、今のところ使ってないんですけれども、まあ、強いですね。まあ、このパーティーは、うん、まあ、一回負け越したんですけども、それ以外は全部勝ち越しで、まあ、5勝もできてるパーティーなんで、まあ、別に私が考えたパーティーじゃなくて、なんだろう、なんか、たまたま見かけた YouTuber さんが使ってたパーティーだったんですけれども、うん、まあ、強かったですね。うん。まあ、いいのがやっぱり、シャドウヌオーの火力がなかなかね、いいダメージしてるんですよね。これ、シャドウっていうのがポイントで、まあ、シャドウじゃないと、例えばさっきのファイアローなんか、赤テールでぶっ飛ばせなかったと思うんですよ。まあ、相手がブレバー入れてたとはいえ、うん、多分倒せなかったと思うので、うん。まあ、シャドウっていうのがポイントですね。赤テール一発で、まあ、相手のファイアロー、まあ、ブレバー入れてるとは、ぶっ飛ばせるっていうのはね、やっぱり、まあ、全然火力の差というか、まあ、違いが出てるなっていう、まあ、印象がありますよね。あと、ま、このパーティー使ってて、ま、やりやすかったのが、まくりやすかったことですね。まあ、ランタンのね、バトルなんかあったじゃないですか。うん。まあ、ああいうバトルの時に、ま、ヌオを出していって、まあ、草に追われなければ、まあ、シャドウヌオって、まあ、さっき言ったように火力がね、意外とあるので、うん、まあ、ストーンエッジプラスアクアテールをぶっ飛ばせないというか結構いるんですよね。まあ、ぶっ飛ばせないにしても、HP を赤以下まで削っていくみたいな、そんな動きができたりするので、うん、なので、まあ、こちらのね、引き先のシャドウヌオへ、の対処が、まあ、少しでも遅れると、うん、まあ、結構ね、そこからゴリゴリ削っていけたりして、うん、まあ、それが楽しかったですね。うん、まあ、とはいえね、私、ジャングルカップにわかなんで、何が強いかとかまだ全然わかってないんですけれども、うん、まあ、でも、うん、とりあえず、多分、今使ってるパーティー、まあ、ヌオード自体が、まあ、強いし、ヤーノも強いポケモンなんで、まあ、スーパーリケでもこいつら、普通に強いじゃないですか。うん、まあ、そいつらが、まあ、普通に使える時点で、多分、ジャングルカップでも上位に入ってると思うんですよ。うん、まあ、あとはやる気者とか、うん。あとは、そうだな、まあ、ナマズンじゃない、ズンナバとかね、いるじゃないですか。うん。まあ、そこら辺はやっぱり常連組なのかなっていう、まあ、印象ありますね。あと、たまにドラゴンいるんですけれども、どうなんですか、チルタリスとかシャドウカイリュウとか、うん。で、まあ、ジヘッドもね、見かけたんですけれども、ドラゴン強いんですかね、このリーグって。まあ、一応水技とか受けられるんで、まあ、強いブリに入るのか、まあ、電磁虫とかの技とかも、まあ、受けられるっちゃ受けられるんで、うん。まあ、そういったそういった意味では一応強い部類に入るかな、ドラゴン系。うん、まあ、でも逆に、ドラゴンが弱点をつけるような相手もいないので、うん。なので、ま、そこを考えると、まあ、ゴリ押しするっていう意味で使ってるのかなっていう感じは、うん、まあ、するので、まあ、機会があったら、ね、使ってみようとは思うんですけれども、うん。なので、ま、ちょっと私にまだ、なんだろうな、まあ、ジャングルカップにわかなんで、なんかおすすめのパーティーあったらコメントで教えてもらえれば、まあ、使ってみようと思うので、うん、まあ、ぜひね、コメントとかで、なんかこれ使ってほしいとかなんか書いてくれれば、うん、まあ挑戦するんで、まあよろしくお願いしますっていう感じですかね。はい。というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。